ね、僕のいい話から入っていく。出たもう。だけどハードル上げちゃダメだってもすんなり入ればいいのに、なんかすぐいい話とかさ、ね、なんかそんなこと言うから話しにくいわけよ。いやちょっとね、最近聞いた話で、ああもうなるほどなってすげえ思った話です。おちょっとスピリチュアル系というか、でもまあいい話なんで、これ皆さんもね、見られてる方も知っておくと、うん、結構今後人生がハッピーになるかもしれないです。お、はい、というハードルの上げ方で。相当上がってきたね。本当。聞いた話で。ね、聞いた。ですね。なんか松田さんって将来への不安とかってありますか？将来への不安、将来への不安ってあります、うん、例えばなんかこう飯が食えなくなるとかってこと、はいはい、大きく言うとそういうことよね。なんか最近だと2000万貯蓄2000万円ないとみたいな、老後、そうね、老後ってことね、はい、おうおうっていう問題とかにちょっと不安になったりしますね。それね、はい、俺もね不安になるのよ、はいはいはい、大体なんか揺さぶられる、揺さぶられる時ある。まあ、それを超えるようなメンタルでまあ持っていくんやけど、いや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 、でもやっぱね、一瞬不安ってひるむ時があるよね。でしょ、なんかのタイミングで、はい、うん、人間ってやっぱそこじゃないですか。そうよね。でその逆に言うと、何、どういう人が一番幸せかっていうと、で、うん、これいや個人差あるしそれぞれじゃんって思う、いや幸せな時、じゃないんですよ。決まってるってことじゃん。それで1個あるんですよ。1個だけ、はい、しかも確実に言える1個だけ、これこういう人が幸せで条件がある、それが今を生きてる人らしいんです。おちょっと安心したかもでしょ。じゃあ松田さんタイプなんですか。今を生きまくっとるもんね。今あえて先にその将来に質問、将来にまあ不安を質問しましたけど、それが人間の一番のストレスらしいんです。何それ、どういうこと。だから先を考えることがストレスってこと。そうそう、逆に言うとそれで不幸が生まれてるんですよ。はあ、こういうことも出てくるかもとかっていう、はい、そうです、うんうん、でこれ突き詰めると、なるほどなと思ったら、元々が、過去現在未来で人間って考えるんです。そうね、でも過去と現在、過去と未来って存在しないんです、実在しないんですよ。それはあれ、それはあくまで人が想像してることだってことになるってこと、はい、そうです。人間の脳が生み出してるだけで、その世界はね、はい、でまあ、よくあるドラえもんで未来にタイムスリップとか過去にタイムスリップって、あれって僕らって刷り込まれてるから、なんとなく10年前の、過去があって、10年後の未来があって、同時進行で今と一緒に進んでるみたいな、まあいろいろ言うと1秒前の自分もいてみたいな、はいはいはい、なるんでね、それにそのパラレルワールドが同時進行で進んでるって思いがちじゃないですか、だからタイムマシンで過去にも行けるし、未来にも行けると、でもこれは実際サイエンスじゃないですね。だからまあいわゆる実際パラパラ漫画みたいに、人間の1秒1秒がただ積み重なってる世の中だけで、今もすでにさっきの話も過去じゃないですか。そうだよね。だからその過去はもう実在はしていない。なるほど、それはもう今しかないってこと、はい、頭の中にしか存在していないので、人間を不幸にする原因としては、その頭の中にできた未来への不安、はあ、わかる、プラス、過去のトラウマ、わあ、失敗経験、わかる、ここでこうしとけばよかったとかの話よね。そうそういうことよね。あの時やらせてたらみたいな、ね、こっちの方がよかったかもみたいなね。で、人間って浅はかだから、あの時やらせてたら金持ちになってたかもみたいなのを考えちゃうんですよ、でもそれって一番不幸なことで、そうだよね、他人と比べるっていうのが超不幸なんです。はいはいはい。で、一番幸せなのは逆に言うと今を生きれてる、なんなら今を楽しめてる人、はい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 、が一番幸せだと。いやー幸せや俺じゃあ。でしょ、めちゃくちゃ幸せに感じてきた余計に。でそうやって言える人がさらに強いんですよ、精神的に。ああ、そうなの。幸せって言える人が、めちゃめちゃ幸せに感じてきた余計に。またでしょ、これね。でも本当なんかしっくりくるでしょ。いや、しっくりくるくる、納得できた。もやもやしてたのが点と点が線で結ぶから、僕もちょっとその衝撃あって、あ、なるほどと思って、ただこれって難しいんですよ、だって未来考えないわけにはいかないし、過去も忘れられないじゃないですか。そうね、だから、過去はどう整理するかというと、その過去があったから今の自分がある、まあこれ普通ですよね、ただそのリマインドはかなり重要、はい、っていうのと、未来に関しては、もうあんまり考えない、考えない、はい、もう一回考える時間を作って、貯蓄なら貯蓄、じゃあ毎月いくら貯金してて、あのまあ仕事をこれを続けて、でこうしていけば確実に大丈夫だから、もうこれはこれって置いとく、はい、でその先のリスク、例えば病気になったりとかは、
考えたってしょうがないから、確かにね、心配したってしょうがないね、ストレスだもん、ただのストレスだもんね、そうです、だからそういうストレスを一気に省いていくと、うんうんうん、で、まあできる限り今を楽しむ、ね、考え方をちょっと変えるだけでも、うんうん、全然幸せになれるなっていう、いや絶対そうよ、はい、あまあ今を楽しんでいきましょう、で、あとこれもう一個幸せになるコツがあるらしくて、うん、人間って生きてると仕事とか特に難題に ぶち当たるんですよ、うんうん、壁に、うんうん、その時に、なんかねサインらしくて、それってちょっとスピリチュアルな話ですけど、本当にあなたがやりたいことですかっていうサインらしくて、でそこで自分が本当にしたいこととかを選択できるようになると人間はどんどん幸せになる、そっかそっかっていうと、なんか今頑張ってる仕事とかみんな辞めちゃう人もいそうですけどでも極端に言うと、まあ選択肢が2個あったとして、似たような選択肢が仕事の中 でワクワクする方を選んでいくと、やっぱ必然的に幸せになってくるんです、そっかそっか、ワクワクが増えると、ね、えだから同じ、まあ一生って例えばじゃあ寿命って大体決まってるじゃないですか、80年だとして、その間に何回楽しめたかがやっぱその人生の豊かさなんで、どんだけお金を稼いだとかじゃなくて、結局はそこに立ち返る、なるほどね、で本題を忘れたんだけど、これマジで忘れたんだけど、これなんだっけ、あれですよ、店頭でいただいた質問で、質問シリーズ、ちょっと短くします、メガネと洋服の合わせを教えてください、はいはいはい、これちょっとかなり短く今してますけど、ですね、質問いただいた意図は僕会話形式で、質問いただいたんで、その方はすごくよくうちにいらしていただいて、先日プライベートストックで作ってくださって、オーダーいただいて、先日というか昨日で、その時にYouTube ってみんなどうやって質問してるんですかって言ったら、なんか質問ありますかって言ったら、いやなんか洋服を皆さんどうやって合わせてるのかなっていうか、その時に言ってたのが、例えばアメリカントラディショナルなデザインのフレームならこういうパンツとか、はいはいはい、こういうジャケットとか、はいはい、で逆にフレンチヴィンテージかけてるのになんかアメリカントラッドとかイタリアンな着こなしとかって、やっぱ なしなんですかみたいな質問だったんですよ。でその時にまあ僕が軽く答えたのは、別にないんですよ。おお、まあ一部これはダメとかって言ってる人はいるかもしれないですけど、でもなんかもうファッションって自由じゃないですか。自由だよね。だからそこを決めちゃうと、そう、なんか楽しくなくなるよな。なんか同じようなスタイルの人が増えるだけってことになるよね。そういうことだよね。日本人っぽくて僕そういうの嫌いなんですよ。これはこうだ、決めつけちゃうのが。で一部の既得権益を持った人たちというか、そういう人たちが楽しめる、世界を作っちゃうっていうのが、なんか良くないなと思って、ちょっとこう欧米チックにオープンになった方が、はいはい、何でもありみたいになった方が、はい、なんか世界が広がるのね。いやそれはね、もうもう、いや同じ同じ、で、まあそういう話をして、でいろいろしてると、ただどうやら浜崎さんの浜崎教授の動画を見てて、はいはい、この間のね、でその時に洋服によってメガネ変えますって話をしてた、はいはい、でそれが、ね、多分みんながどうしてるかを知りたいのかなっていう、ああ後々考えてたら、なるほど、それはもう別に独断とかでもいいってことでしょ、だからどっちかというと一般的な意見というよりも、はいはい、僕らの独断と偏見を聞きたいのかなっていう、あそれだったらね、とこもちょっと後から考えてると思う、はいはい、なるほどね。で松田さんが、例えば、分かりやすく言うとこのメガネの時ってこの服が多いなとか、はいはい、なんかそういうルールみたいなのが、あでもどっかな、ね、はい、基本的にコーディネートするときとかに、はいはい、なんかね、例えば今日着たい服のこう主役を決めるよね。例えば T シャツだったら T シャツ、はいはいはい、このパンツ履きたいだったらパンツとかになるじゃない、で、分かるやろ、はいはい、そう、それによって、じゃあこのじゃあトップスだったらトップスを、はい、他のアイテムでどう引き立てようかっていう、今度は脇役を決めるわけよ。なるほど、そう、はい、主役脇役ってあって、はいはい、いかにこれが引き立つかっていうのを考えるでしょう。それによって例えばメガネ、例えば今日とか柄物着てるから、はい、そう、ちょっとメガネはシンプルめにいこうかとか、あなるほど、そう、はい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 、で一番嫌なのが、はい、出た瞬間にもう今日帰りたいなって思うコーディネートになった時なんかお腹いっぱい、はいはい、考えるだけですげえお腹いっぱいになったんだけど、はいはいはい、そうそう、帰りたくなってしまったとかあれが本当に嫌だから、自分が着ててやっぱストレスがない方がいいわけよね。そうですね。ね、はい、そう、はい。だからそれが、まあメガネもそうじゃない？例えばこう全身こうコーディネートした後に、はい、まあメガネ乗せた時に、うんうんうん、
なんかメガネやたら主張してませんかとか、帽子かぶって帽子もボリュームあってメガネもボリュームあって、はい、なんかもうどこ行くんですかみたいになった時がコテコテしてるっていうのがあんまり好きじゃなくて、はい、個人的にはよ、天下一品コーデなるじゃない。それが嫌で削ぎ落としていくわけよね、はい、なるほど。それに何のスパイスを入れるかっていうところの話で、粉落とし、粉落とし的な、うん、粉落としコーデねえすげえわかります。わかる、はい、そう、わかります。なんかね、ちょっと一部聞いた話では、多分ヨーロッパの紳士の方たちですかね、のたしなみとして、うんうんうん、エチケットとしてお葬式の時とかは黒縁のメガネにブルーの薄い色を入れていくのがたしなみと、エチケットというお話を僕以前聞いたことあって、ちょっとこれかなり昔に聞いたんで、ちょっとうろ覚えなんで違ってるかもしれないですけど、うん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 、でもそういうのがあっても、うんうん、日本でそれやっちゃうと失礼になっちゃいますか。確かに、はい、何色眼鏡かけてんですかみたいな。結婚式までですけど、うん、お葬式とかって悲しまれてる方もいらっしゃるので、はいはいはい、ちょっとね色目出すのあんまりなので、うんうん、はい、だから、まあ、そういうのって、うんうん、国によっても違うし、まあ、ある種逆に言うと自由なのかな。そうだよね、うん、っていうところがあるので、うんうんうん、まあ、あんまり気にしないというか。そうだよね、ですね。ちょっと話戻っちゃいましたけど、うん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 、なんかだからさっきの松田さんの話はすごい分かる、分かるなって。なんかね、うん、でなんかほらやっぱ変身願望ってみんなあると思うけど、はいはいはい、なんかね極端な話、はい、なんかねいろんな例えば国の例えばねその飲食店の人とかを想像してそういうイメージでコーディネートしたりとかするわけよ、うん、そして画像検索してみてあこんな眼鏡かけてるなとかそんなのもする、うん、そこまで行くときもある、まあ、ちょっとコスプレみたいな、コスプレみたいになってきたりとかもするけど、それの方がおもろいですね。おもろい、はい、そうそう、なんかワクワクする方やなんか選ぶっていうことよね。さっきの話が生きてきたんじゃない？これ。これ戻りましたね。戻ったね。まとまりましたね。まとまったよ。すごい。そう。だけどなんかそういう楽しみ方もしてるから。確かに。ルールは決めてね。そうよ。だから結局都合のいい方にしか考えてないわけよね。はい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 。おでもそうそう、そうなんですよね。結局、ね、まあ極端な言い方すると超言い方悪いですけど、いつ死ぬか分かんない、ね。分かんないんだよね。今を楽しむって。それが一番いいよ、うん。自分が正解と思ったことを正解と思うことにしてるっていうところは す,、ね、すごいあるかも。僕はあの50/50っていう映画を昔見て、それで言ってたのが、うんうん、あの車に乗った段階で致死率 50% になるらしい、うんうん、あ致死率というか死亡 死亡率か、うん、死ぬ可能性が 50% になるらしくて、うん、それぐらい車って危険なものだけど日常的にみんな乗ってるもんね。僕とか長野県に行くときって往復2時間かかる。2時間でしょ。だからみんなと比べると死ぬ確率超めちゃめちゃ高いよね、はい、もちろん死なない、死なない意地でも死なないだから、あの、うん、それを考えると、うんうんうん、なんかやっぱね、一瞬一瞬楽しんでる方が正解だなと思って。いや、そうよ。なんか明日に撮ってるとか、そういうのもちょっと、僕、先輩に言われた言葉で、うん、明日やろうは赤やろうって言われて。おお、かっこいいね。はい、なんかアパレルの時に、あの、違うお店で働かれた先輩で、おうおう、でもすごい面倒見てくれて、まあ、洋之助さんなんですけど。おお、言いそう言いそう、めっちゃ言いそう。そうです。松田さん同級生。同級生やし。多分言うと思う。はい、あのビューティー&アローズのですね、ね、はい、山之助さんに言われたのが、うんうん、あの書類とかもその日売り上げの書類とかも置いて、うん、明日の朝一でやろうとかっていう、うんうんうん、明日やろうっていうやつはバカやろうだと思った時にやれと。そうです。ああいいそうやな。彼も幸せだろうね。いやだから彼とかは超ハッピーだと思う。いやーって思うよ。はい、まあちょっと。独特なナルシストというか、そうね、またちょっと、ね、でもああいう自分の世界をちゃんと持ってる人って、うん、めちゃくちゃ幸せ。いやだと思う、はい、ちょっとね、あのジョニー・デップにの和製ジョニー・デップあの感じがやっぱハッピーそうね、雰囲気あるよね、うん、思う思う。そうそう、でもう一個言われたのが、ちょっとついでに言っておくと、ですね、失敗したら当たり前、うん、成功したら男前。おおお、それも、それも洋之助に言われた。これもそうなんですよ。やるね、あいつ結構結構、これね、うん、僕残ってるんですよ。なんかね、洋之助さんから言われたっつったら、みんな洋之助さん知ってる人からするとクスクスってなると思うんですけど、違う、俺同級生だから言われたことないわけなんかですよ、うん、言われたことない、まず言われたことない、うん、言われたことない、うん、でもやっぱそういうのを社会人になりたての僕に教えてくれて、で僕もそれがエレメントになってるとか、やっぱ基礎としてこう、まあ次の日先を送ることもあります、でもさっき言ってたみたいにいつ死ぬか分かんないし、うんうんうん、やれる時にもベストを尽くすとくっていうのがやっぱなんか一番のハッピーにつながるなという。いやちょっとまた話戻りましたけど、でこれめちゃめちゃ長くなるんだね。これ長くなってますね。まあ編集します、編集してる、うん、でだから松田さんのさっき言ってたコーディネートもこれ結構ポイントついてるのかな。本当、そうだから楽しい方を選ぶ、ワクワクする方を選ぶ、うん、
でこれ普通にあもう今日もこのコーデでいいやとか、うんうん、あなんか面倒くさいこれでいいやってなっちゃうこともありますけど、いやいやね、うん、でも前の日からワクワクして画像を見たりとかね、うん、やってるとかって、うん、超幸せだ、いや面白いよ ね、 ですよね、どう思われようが別にいいわけよ、うん、俺はそれを目指してやってるからってイメージね、だから答えれるっていう、おしゃれっていう、おしゃれっていう、なんかいいシャレが効いてるってことがやっぱ重要であって、うん、ですね、うん、ダブルミーニング、ダブルシャレの効いてるおしゃれっていうことにしていくっていうこと、いや絶対それ楽しい、うん、それがやっぱ面白いのかな、ですね、うん、なんかありますか他こだわりみたいな、はいはい、なんかちょっとこのついでにファッションに関して話すと、ついでにファッションか、はい、いや結構でもありすぎてね、どこをピックするかがすごいやっぱあるのよね、ちょっとだから別に着ないのがいいですね、その方が絶対いいと思うけどね、じゃあまあちょっと交互期待ということで、いやもう本当にいい話できると思うよ、はい、だからなんかこれね、そう見てる方もあの、うん、メガネに関係なく、うんうん、ファッションに関してとか、うんうん、まあ、僕らで気になった僕らで良ければ全然お答えしますんで、うん、元アパレル店員がいろいろ ねお答えできるところはお答えしますんで、うん、そういう質問もいただけるとね、ぜひそっちの方もね、ありがたいですね、まあそんなところですかね、ですね、ちょっとまあ質問の内容とはちょっとそれちゃったかもしれないですけど、はいはい、でもなんかね、あの違うポイントでいいお話できたので今自己満足、まあ、意図してないところで、はい、そうです、そうです、いいんじゃない、なので特にルールはないので楽しい方を選びましょう、はい、よろしくします、はい、ではまた、また